ってないんすか。うん、ちょっと待って、まだ YouTube 上がってない。長寿ちゃんチャンネルですか。ほんとだ。あ、今来た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 。あ、来ました来ました、延長戦来ました来ました。来た。カメラ持ってないと話さないからね、俺。ちょっと一人増えましたよ。一人増えたね。でも、来てない。ね、来た？何そのしらじらしい、あの、下手くそな MC みたいな3人ぐらいでなんか。まだ2人。え？お、まだ2人しか見てない。お、ニャロライン。どうやってこれ？ニャロライン、誰かわかる？この人。え、増えてる。あ、河内さん来た、河内さん。河内さんわかる？この人誰か。あ、名前出てるわ。ほっぺた怪我しちゃってるけど。ちょっとなんか一人、配信見てる、配信見てる、ほっぺた怪我してる人いたんで、急遽呼んじゃいました。入ってきてくれればよかったのに。延長戦開始しました。誰か音声漏れてるから。こんばんは、おいしです。すいません、急遽突然あの、入らせていただきました。お願いします。いや、急遽ってか俺が入ってたんだけどね、どっちかというと。あ、どっち。俺が入ってるから、ね、マチ、もじもじくんですかって言われてる。入ってるね、リスペクトね。リスペクト書いてるね、それ。うん、ニャロ、ニャロちゃんは逆に知らんねえか。あ、かよさん、あれ、延長です。延長しました。一人ちょっと延長しました。サプライズゲスト来たので延長しました。パジャマ多分入ってんの。サプライズゲストの、僕とノリとタツノリとはアビスパで、僕は1年だけどノリは、ね、馬に乗っちゃった。いい、こんぐらいしか見てないから なんかいいね。何でも話せちゃう気するよ。つぐくん、お眠じゃなかったの。配信じゃなくてもズーム飲みでよかったの。いや、マチル、ツイッターみたいなジーマやったの。ツイッターやったよ、延長戦。まさかのツイッターでつぶやいたけどな。欲しがるやつがいるっつって。まあ名前あげてないから。あ、そう。うん、俺がインスタのストーリーで乱入みたいな感じで やってみようか。やってみて。それなんかあれだな、うんとか。何それ、切実な。うん、やってよ。うんじゃないからね。ね、うん。あ、ちゃんと URL 貼ろうよって。 URL の貼り方俺わかんないんだよな。 YouTube なんすか。 あ、そう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 。俺もあの Twitter 一応あれをライブ配信して延長しますって。あ、言った。やる。はい。どうやって。なんか逆にさ、こうなんかG マのその YouTube チャンネルとかっていうのはさ、うん、あんまりその J1 の人とか知らないのかな。知らないんじゃない。俺自体知り合いじゃないもん。いやいや違う、なんていうの、見てる人はジーマの知り合いとか多いわけじゃん。うん。ってなるとさ、なんかこう見てる人たちもさ、おお仲町だみたいなのにならないのか。あ、これを見て。うん、もじもじくん止まりになっちゃう、そうすると。もじもじくん、じゃあみんなでやります、うん、じゃあ今から。もじもじくん。わけわかんないから。それプライベートでやってても面白くねえわ、逆に。やってほしいわ、逆に。え？やってほしいわ。それプライベート。増えましたよ。それプライベート邪魔してできない。12人。今12人。あ、じゃあ俺、あれ。URL ってどうやって貼るんだろうな。河内さん、わかるかな？視聴者の方に教えてもらうっていう。え、何？ツイッターに？うん、そうそう、ツイッターに、その、URL 貼ったらそこからもう飛べるの、すぐ。これが見れるように。はいはいはい。日本で一番ゆるい YouTube ライブじゃない、これ。うん。いや、そこを目指してる。そこを目指してる。共有ってとこを押して、
ツイッターポチ？え？共有ってとこ押してツイッターポチ。共有？共有？あ、これだ。え？わかんねえ。ログイン。けどもう長寿がいじるとあれだよ、もうそのログインのあれが映像に出てるよ今。そうだよね。そしたらもうマチルダが黙ってやんないじゃん、俺映せっつって。あ、 YouTube で共有、 Twitter とかで選べるって俺ちょっと分かんなかったんだけど、自分の Twitter のアカウント名がまだいいわじゃん。そっか、まあまあいっか。俺、うん、夜中の3時半にインスタライブしても150人見てくれたのにな。嘘。うん、スマホのアプリの方からやって。スマホのアプリの方から。アプリ、ニャロちゃん、ニャロちゃん、スマホのアプリからやって。スマホでやろう、スマホでやろう。じゃあ俺も背景変えるね、マチ。はい、アプリって何から？え、どうやるんやろ。つぐ、え、おい、大卒。はい、なんすか。3人増えたわ、3人増えた。あ、増えました。一応俺、うん、あの一応あのインスタで一応やりました。共有、ツイッター。あ、本当はできた。おい、のりくんやめなさいよ。え、なんで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 、のりくん、やめなさい。それやめなさいって。この時の話、ちょっと聞かせてもらっていいですか。いや、これがもうそれこそ俺のラーメンを全部食った、あの、この人が食べた時だよ。なんすか、食って、食って。いや、その日のことのりくん持ち出しちゃったら、それ良くないわ、逆に。良くないね、確かに。そこは。ちょっと悪乗りしてるわ、俺。やめよ、これはやめよ。マチ、こっちにするわ。マチ、名前打っていいの？いい。なんか徐々に増えてんのとか待ってる。誰だかわからないものの俺だよね、絶対ね。え？ 100%。 なんでではない。いい写真だよ。え、大石くんも練習始まってんの？あ、ハッシュタグ、え、ハッシュタグついてなかった？結構前から。はい、まあそうなんだ。ハック、え、じゃあもう全然ハックとか言っちゃった。もう全然ガンガンっすね、ガンガンやってます。はい、静岡全然普通？静岡そんなっすね、もうみんな、はい、あんま気にせず外出てる感じっすね。え、止めなくない？藤枝で結構キャリアある選手だったら誰？誰？森さんとかあれやん、森島、デカ森。はい、さんとか、あと、誰だろう、え、枝村さんとかエスパに行った。マジで？はい。え、枝いる？枝もいるの？枝さんいます、いますよ、いますよ。はい。え、枝さんやってます？福岡の時飲んで、去年、一昨年栃木行って、はい、で、栃木で孔明を、はい、え、マジっすか。うん、もうあの人マジクソのんべえっすよ、やばいっす、マジで。それはさ、なんでマリになっちゃってきてるもう。この YouTube チャンネル、もうマジでやばいっすよ。あ、やばい、これ YouTube チャンネルだった、間違えちゃった。ただのズーム飲みじゃないからね。ここはやばい、お前が入ってくるからじゃん。すいませんでした。長いこと待ってたんですよ。ここまで待ってたらもうなんかちょっと俺も引くに引けなくなっちゃう。全然入ってきてくんないじゃん。
いや、とか言っときながら自分の中でさ、ちょっと俺出すのちょっと後めに今設定してたでしょ。そんなことないけど。ちょっと先週のりくんやって、今週大石くんやって、まあ次やって、うん、その次ぐらいかなぐらい思ってるでしょ、多分ね。一回俺に会ってからとか思ってたの。その次だね。その次。まだまだ。いや、大石さんやったらやばいんじゃないですか。いや、マジやったらやばいんじゃないかな。そんなことないよ。俺、めっちゃあれですか、ね、SNS めっちゃ見てますよ。いや、フォローしてないでしょ。え、いや、フォロー俺はしてないけど、あの裏垢の方でめっちゃしてます。俺はしてないけど。あの、公式のやつはしてないんですけど、はい、あの裏垢の方でフォローしてるんですけど、うん、あの、トラじゃないけど、あの、ヒョウみたいなやつと、一緒に歩いてたやつとか、俺、見て、この人すげえなと思いました。1年半前だからそれ。全然見てねえじゃん。いやめっちゃ見てますよ。俺めっちゃ見てるんですよ。すごいなっていう、なんか俺にはできないなって思うこととか結構あのすごいなと思いながら見てます。俺は本当に。アフリカ移籍してくればいいよ。アフリカって結構勇気いらないですか。言いますよね、勇気。全然大丈夫。マジっすか。全然なんか給料面でも結構言ってたじゃないですか、なんか。そういう面でも、やっぱり不安とかあるじゃないですか、やっぱり。まあ、めちゃくちゃ下がって、サッカー選手としてもらう金額はね。でも、それでもやりがいがあるじゃないけど、なんか生きがいを感じられるものがあったってことですよね。まあ、誰にでももしかしたらできることじゃないしね。いや、ほんとそうっすよね。真面目な話するかいな、これって。ねえ。俺結構どんどん続けて、続けて。俺は続けて。俺プリつくから。菓子食ったり酒飲んだりすごいよ、これは。いや、俺何も食ってない。菓子も食ってないし、俺は酒も飲んでないです、今は。ああ、そうね。そういうことにしよう。はい。お願いします。俺はシンプルにただ聞きたいというか。いや、でもなんかあれじゃない？まあサッカー選手だからさ、まあそれぞれこうなんか、はい、多分、うん、あの大石君大石君なりにもそうだし、それぞれ多分ストーリーとかっていうのがあると思うんだよ、サッカー選手。で、俺は俺なりにやっぱり自分で、まあ、マリノス7年いたんだけど、はい、まあ結構サッカーに対する向き合い方って俺結構違くて、競技っていうよりやっぱりちょっと結構自分に向いてんの。だから自分を磨くためにサッカーしてるみたいな、結構そういう思いが強くて、はい、マリノス今言わないで、今言わないで。今、後日ですね。それはちょっと後で。後日ね。後日。ああ。そうそうそう、いいよ。俺、貴重聞きたかったけど、俺、どうしよう。いや、聞いて。あの、すぐ、その時は視聴者になって。コメントで、あの、YouTube で質問して。視聴者になったら、あんまりこうなんか、キャッチボールができない。いや、でも、すぐ、はい、絶対お前が、はい、マチが出た時の YouTube に質問してきたのが、すぐだったら、はいはい、面白いと思うよ。俺、マジ超しつこいっすよ、絶対。俺、聞きたいこといっぱいありますもん。めっちゃありますよ。いや、あるよね。はい、俺もあるんだもん。俺もある。でも、今、聞かないよ、でおこうと思ってる。あんたに勝っちゃう。全然あるだろって話、他で。だったら、今、中飯さん入ってるのあれじゃないですか。聞きたいこといっぱいあるんだけど。俺もある。いや、ノリ君、絶対寝っ転がってるからね。違う、今、膝小僧が寒い。え？サッカー選手って、足冷やしたらさ、ダメじゃん。うるせえ、黙れ。お前、マジやるぞ、お前、ほんとに。怖いよ。怖いよ。怖いよ。その顔で怖いよはやめてください、本当に。恥ずかしいです。それ怖いよ。俺なんかだ、本当に。すみません。怖い。これ質問とか来てんのかな？全然わかんないんだけど。見れる？はい。うん。来てない。大石くんのあれにまたは、うん、今何人これ19人とかじゃないの？19人。まあだからあれだよね、マーチが近々出てくれるっていう。それはちょっと
そう、なんか視聴者として俺は聞きたいこといっぱいありますね、マジで。いや、今聞いてよ、サクって、うん、今だから、で答えてくんないじゃないですか、今。全然答えるよ。まあ、そこはだって MC と、だからメインの好きが断るからね、そこはもうピーって入る。やっぱ次に取っておきたいから。じゃあもう俺中西さんに質問しますわ。じゃあもういいよ。いいんすか中西さんで。うん、何、え、中西さんにじゃあ質問していいの？なんで俺なの今。マジだろ。どうかとか、え、どうかとかの。俺中西さんにめっちゃ聞きたいこといっぱいあるんすけど。いいよいいよとか言っていいよとか言っていいよ。なんか今その聞いちゃあれらしいんで。いいよいいよ、聞いて聞いて。本当にいいんすか？いいよ。うん。マジでいいんすか？うん。いいよ。え、なんか僕はちょっとその調べたじゃん。もう本当にただのもうネットの記事で調べたあれなんですけど。うん。うん、P 入れるか。あ、P じゃあ入れてもらっていいですか？じゃあ。うん。うん。はい。で給料的な面で。それはダメです。後日答えます。もうすみません、中村さん、ありがとうございました。いっす。その、サラリーの話はやめて。いや、でもできる、できる、できる、できる。できる。いや、だからそういうことじゃなくて、だから、できるよ。はい、俺が、マリノスにまだ在籍してるときに、もう、めちゃくちゃ水面下で、俺はもう自分でパワポで資料作って、こういうことがしたいんだっていう資料を作って自分で、で、2社だけ自分のスポンサーになってくれませんかっていうのを、こう、営業っていうか、お願いしに行って、まあ、そのうちの一つは、はい、応援してくれるってことになって、で、もう一つの会社は NPO、俺 NPO も立ち上げた NPO 法人でボランティアの方、はいはい、そっちの方でお手伝いさせてもらいますっていう形で、だから、純粋にサッカー選手としての給料もちろんめちゃくちゃドーンって下がったけど、はい、そういう意味で の違ったところで のお金っていうのは生み出せてるっていうか、もらってる。いや、もうそれはだから、その行く前と給料は実績にあんまり変わってないってことですか？あんまり変わってないことはない。マリノスで最後契約切れて2年契約延長があったんだけど、その1個前までもらってた額で言ったら10分の1かだね。おお、なかなかっすね。うん。それ今、手取りがそれぐらいってことですよね。その。向こうでもらってる額だと。ああ、はいはい。と、うん、例えば個人スポンサーで合わせる金額だと、まあもうちょっとプラスアルファだけどっていうことですよ。うん、まあ最後に、もうマリの。うん。なんすか？よく考えてみ。はい。10分の1ってすごいよ。いや、もう半端じゃないし。でそれプラスアルファ合わせたとしても、その環境面だったりっていうので、多分全然その日本でいるとわけが違うんで。まあだからさ、あれじゃん、やっぱ日本でサッカーする上ではさ、まあ、ある程度、はい、まあ、J1、J2、J3 でカテゴリー違うとさ、環境も違うけどさ、結局は日本の中での価値観じゃん、はいはい、そうっすね。そういう意味では、まあ、J1 でマリノスで結構トップオブトップでやってたから、はい、そっからやっぱり自分ででも意思を持ってやっぱそっちに行ってるからさ、めっちゃくちゃだけど全然何とも思わない。あ、すごいよ。もう本当にカチカチコンクリートみたいなグラウンドだし、はい、はい、らしいっすね。もう、はい、あれもないから、なんだ、ロッカールームないから外で着替えなきゃ、はい、はいはい、アフリカ人なんてみんなそのまんま練習着てきて、そのまんま練習着で帰るからね。ああ、はいはいはい、練習着一着しかないし。でもやっぱ逆にこいつらすげえなって思える部分もあるんですか、やっぱり。いや、めちゃくちゃすごい、能力超高い。 J1 でできる選手もゴロゴロいるね。もうだって各アフリカのいろんな国の代表しかいないから。はいはいはい、いっぱいチームはね。で今なんか柏でオルンガっていう選手で、あ、オルンガ、そうそうそう、オルンガとチームメイトとこんな感じじゃない、はい、ああ、やっぱそういうような選手がゴロゴロいるっていう環境の中でやってるってことですよね、うん、オルンガは結構多分給料高いんだけど、はいはい、何があれかって、あいつヨーロッパ経由してんだよね。
ムーチャの能力高いやつ、ヨーロッパ経由したりとかしたらに日本に引っかかったりとかもするかもしれないんだけど、そういうアフリカのままいるやつは多分日本に行けたりとかする、そのルートがないから、はいはいはい、なかなかこう行く機会ないけど、能力めちゃくちゃ高い。それ何なんですか、その能力が高い人がなんで逆にヨーロッパで活躍でなんかその行ったりとかっていうのがしないのは何なんですか。ヨーロッパ、そのアフリカにとどまる理由は何なんですか。そんだけすごい選手だって。シンプルにそのなんか人を動かすっていうところに、こう日本のようにさ、例えば日本の例えば山口からマリノスに移籍するとかってなったら、そこの移籍の流れっていうのは結構健全じゃん。はいはいはい。それがアフリカ対日本とかアフリカ対ヨーロッパとかになると、特にアフリカ内だと、ノリ君すんげえつまんねえ顔してるよこれめちゃくちゃすごいこと話してますよ、俺めちゃくちゃすごい、ね、すぐ聞きすぎ、はいはい、聞きすぎ、すいません本当に聞きすぎ本当に、いや、ね、聞いていいって言う、俺も今しかないんですよ、俺本当にすぐ、ね、違う、すぐ、まあ、はい、これを機にさ、はい、連絡先聞いてさ、はい、うん、あのそれ個別で答えてもらってる、やってもらって個人で一応さ、 DM 送って、 DM でやって、それ一応の中地チャンネルっていう項目でやってるわけで、はい、うん、その中地チャンネルの中地がさ、うん、今十、はい、何分ぐらい無言だよ、うん、いや俺言ってるんですか、俺いいって聞くって。いや、そうそう。でも、あの、もうやめてっていうことで、ちょっと止めようと思ったの。もうやめてって言う前に、もう次の質問しちゃってるから。はい、で、マチもスイッチ入ってきて、すげえバンバン答えちゃってるから。マチさんまだいっぱいあるんですよ、マチ。いくらでもあるから、はい、いくらでもある。いっぱい聞きたいことあるんじゃあもうやめます、もう。じゃあ、中部さんも、あの、出てもらっていいですか、じゃあ、一回。だって、中地とさ、準レギュラーの俺がさ、うん、はい、レギュラーで一切興味がないんだよ、もうそうだよ、だってノリの背景見てよ、もうあの黒い人くねっちゃってるよ、隣の一番アイカンなのか何なのか、あれ何なの、あれ蚊いた、あれ蚊よくないよ、いや本当にすまない、本当に中井さん本当すまないでした、本当に、いやいやいや、シンプルに俺聞きたいこといっぱいあったんで、すまないでした、はい、それはあのさあ、次の、はい、中地チャンネル絶対的に書き小屋とね、背景絶対書き小屋ね、それ俺じゃね、俺そのパーカー持ってやっぱなんかうまくなんか言ってないなくないですか、なんか馬が合わないような感じしますけど、誰と、え、なんすか、なんなんすかその感じ、あ、乗り切れた、あ、角乗り、ねえこれさ、水野の部屋って後期だよね、あ、後期だよね、中地顔色悪くねーとか言って、はい、後期 YouTube 盛り上がってるかな、俺好きやってるの、水野後期、え、後期さん、これ入れましょうよ、 YouTube ライブ入れましょうよ、後期何してんのあいつ、入れんのかな、はい、絶対入りますよ、絶対暇してるでしょ、どうせあいつ、はい、後期さんも、え、俺中橋さんにちょっとなんか普通の質問していいですか、普通に、だから中地通せって言ってんだろ、うん、いいよ質問ないように、質問ないように、こんなチャンスない、質問ないように、こんなチャンス、え、だから普通にだからそのな家族は、うん、いない、いるのかなっていう、いるよ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 、いろいろあんだよ、いるよ、いろいろあんだよ、いるだろ、いるよ、いろいろあんだよ、子供の名前も言えるよ俺は、全部言えるぞ独身で行ってうるとか、うん、俺福岡時代に働いてたところも言えるよもうそれ知らねえ、うるせえよ、それ知らねえ、うるせえからお前、うるせえよ分かった、もう質問しないです、中林さんに質問しない、もうやめます、町への質問は全部答えれるよ俺らがあ、そう川内さん、そうだ、水野の部屋、水野幸喜だから、あのあれしてあげて、見に行ってあげて、水野幸喜とか俺同い年だからね、そうだよね、2個下だから、おお、そうなんすね、うん、話したことない、やっぱ幸喜さんってすごかったっすか、やっぱり話したことない、いや幸喜すごいっすか、めっちゃうまいよ、めっちゃうまい、水野幸喜の方がさ、もう圧倒的に若い時がバコンっていっちゃったからさ、うん、関わったことない俺、おお、そうなんすね、うん、いい選手だよね、でもそういう人多い、同年代で、
同年代誰が一番すごいっすか？そう、だから青ちゃんとかカジとかさ、平山聡太とかカレンとか増島とかそこら辺で世代は。松田近志とか。はい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 。俺 J2 プレイヤーだったから全然話したことない。マジっすか？全然話したことない。俺らの代は稲ドーナってやつだよ、やっぱ。稲ドーナ。稲誰っすか？誰俺らの代、稲ドーナってやつが一番すごかったね。誰っすか稲ドーナ、誰っすか稲ドーナか。もうだから今で言うまこちゃんでね。あ、長谷ね、長谷、長谷部。あ、長谷部、はいはい、そうか。あ、長谷部は同い年ですか？そう。稲ドーナって誰？稲ドーナ、俺らの選手権騒がせたやつだよ。知らねえな。誰っすか165センチぐらいの大仏みてえなやつ。スーパースターいたんだよ。マジで誰っすか？大津の稲ドーナって調べたら出てくる。大津の稲ドーナ、うん、稲ドーナっすか、うん、なんか日大か日体大かどっちか同じ高校のやつがセレクション行って稲ドーナいて落ちたっつってたもん。稲ドーナとポジションかぶって負けたっつってた。はあ。24年かな。じゃあもう予告版はもう終わりでいいんじゃないもう。ねえ。多分この後見に来るんじゃないかな。もう24人の方にはちょっと申し訳ないけど、そのうちの4が俺らってことでしょ。すごい、この時間で結構見てくれてますよ。本当そうだね。確かに、はい、もうこの時間で告知もあんましないで、ノリと同じくらいなんだけど。それは言わないって約束じゃん。え、俺中林さんのやつ俺絶対見ますわ、マジで。俺めっちゃコメントしますよ、マジで。いいですか？いいよ。何中松さんのやつはって、それがみなみやつはって、それがみなみやつ。なんでお前さ、一切俺と中地の時は、うん、興味ない。いやだってすぐ連絡取れるし、お前らは。なんかさ、こういう風ななんかちゃんとストーリーを持ってやった方がいいんじゃないですかって言ってくるからね、こいつ。じゃあ俺やるんだったらなんか、うん、なんかね、そう、こういうのがいいかなって思うじゃないですか。遅刻するじゃん。え、遅刻じゃん。それでなんかめちゃくちゃ遅刻してくる。8時からやろうっつってんのに、中地が8時に電話しても全然出ないとかあるじゃん。だって、ズームでやるっつってんのにさ、ズームじゃなかったじゃないですか。それはどういうことですか？その前にさ、ズームではやんないっていう連絡が来たでしょ？うん。それ俺知らないっすよ。酔っ払ってるんだ、俺。送ってるからね、ちゃんと。いや、俺もうベロベロなんで、それ知らないっすよ。俺だって、あ、これ以上言ったらあれだ、俺は。やめます。これ配信、できれば残したいんだけど、あんま言わない。はい、了解です。うん、何も言わない。はい、だってもう、アツシがもう入ってこないからね。アツシやってると思ってないじゃん。こういうことね。うん。じゃあとりあえず予告編としてはいいんじゃない？マジで26人か。あ、これ固まってんのかな。これ固まってないか。やっぱ最初とかこういう数字がやっぱ気になるの？いや気になるよ、俺だって誰も来ないかなと思ったもん。あ、だからありがたいんだね、その26人見てくれて。いや、めちゃくちゃありがたい。うん、だってそばの話しかしてねえんだもん。そうだよ。投げんな、瓦そばの話が。コメント欄まで一緒になって瓦そばの良さ見たら、みんなで瓦そば語ってる場合じゃないからね。ね、大事なんですよ、マジで大事、ね、大事。俺食べたことない、知らなかったんだけど。大事っす、名物だから。山口の名物。あ、そうなんだ。こういうことね。マチさんって言ってるね。これはそう、予告編で改めて中松さん呼ぶってことでいいんですか、中松さん。そういうことです。すごそう、すごそうっす。
いや俺でも俺話すんだったら結構真面目な話とかしちゃうけどいい。ね、いや俺はそれをあの期待してますけどね。俺そういう話を聞く。その目やめて。もっとフランクに来てよ。え？もっとフランクに。結構ガチのトーンのやつやっちゃうけど。うん、ガチで来るじゃん。うん。伝えたいこととかそういうのやっちゃうけど大丈夫。それで。このチャンネル中町さんにもアンチいるんすか。アンチいるよいるよ。マジっすか。いるいる。それどこのってこと。マリノス内でってこと。いやわかんないっすけど、その例えばアフリカいる行く時のアンチとかマリノス時のアンチとか、まあいるんじゃない。でも基本的にはあのアンチいたなっていうよりはめちゃくちゃこう大切にされたっていうような思いがの方が強いけどね。あ、逆になんでそのアンチを気にするかが俺はよくわかんないんだけど。でもマリノス時代もずっとトスからはブリングだったよ。マジっすか。うん、へえ。アビスパのイメージあるんだ。そうそうそう、それはそれも意味わかんないけど、ね、だってネイビーの血が流れてますねとか言ってるもんね。それネイビーの血が流れてて俺が言ったのね。それ言ったでしょ。行ってそれがブーイングにつながったってことですか。まあそれもあるんじゃない。だからマリノスの時にトスと試合するときに、いやトスにだけは絶対負けませんみたいな、うん、ああ、はい、はネイビーの血も流れてるんでっていうのが、うん、あもう来てるよ。もうさっきの真面目な話の続きが気になりますって。中町さんってジャンボってことですよねって。あ違う。そうです、はい、ジャンボって中町さんのこと。これはやばいね。いやジャンボで、はいはいはい、そうですそうです。これはやばい。いや俺ジャンさん1年やってるけど一緒に、これは一応否定しておきますわ、うん、ジャンボではない。ジャンボって人はまた別にいるね、うん、小ジャンボ、うん、小ジャンボ、中ジャンぐらいだ今。中ジャンボ。ほぼジャンボ。あいいんだねジーマ、それいいんだね。何いいんだね、そういうの言っていいんだね。いいの、いいんだね。いいの、いいの。ダメでしょ。だからもういいよ。オッケーオッケー、お願いします。俺聞きたい。ジャンボ、小ジャンボ、中ジャンボでいいじゃん。なんでノリ君外れてんのそれ。俺ちょっと違うもん。そこはでも入ってくるでしょ。そう、ジャンボは大久保哲也。おお、ジャンボジャンボ。いや違うわ全然。おお、ジャンボジャンボ。違うでしょそれ。あすごいわ、もうこれ延長戦って言っただけでもうノリに並んでるから人数が。ダメ。え？言わない約束じゃん。これね、これ今28人だけど全部ノリの回見に来た人だから。あの水野くんぐらいでしょ。新たに来たの。コウキさん。コウキを見てたんだと思うよ。ノリの時コメントしづらかったのかな、絡みがなかったから。いやコウキさん絶対見てますよ。絶対見てる。あの人絶対見てる。じゃ今度出ますよ中地チャンネル。うん、しっかりテーマは国際支援と今のあの人種差別の問題とかそういう話。いいよ。人種差別はちょっとわからないから、うん、まあ世界で何が起きてるのかってそういう話でいい。いいよ。あまあそれで言えばいいよ。その人種差別のことなんか今アフリカでチーム内で起きてることなんですか。いやいや、みんな黒人だから俺のチームメイトは。その中で差別はあるんですかやっぱり。ない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 。だって逆に俺いないからもう逆に差別もないでしょ。で俺の方がマイノリティだからね。なんていうの、逆に、はい、逆にってことですか。白人が俺しかいないからさ。はいはいはい。黒人以外だったら、だからどっちかっていうと差別受けるのは俺側だよね。おー、でも、はい、受けるのは俺側なんだよ立場的には。だけど全然そんな受けたことない。そうなんすか。全然ない。超いいやつらだよ。めちゃくちゃ仲良し。あの その議題が上がる時点でちょっとくだらないよね。まあ続けてください。難しくて、なんとも言えないですけど、はい。まあでも、でもさ、日本、
でも日本でもそうじゃん、別に黒人の選手がチームメイトにいてもさ、韓国人の選手がいても、はい、みんなめちゃくちゃいいやつじゃん。いやめっちゃいいやつ。外からだったらさ、はい、こうなんかそういうのが起きたりするっていうのはちょっとなんか選手としては違和感あるよね、やっぱり。はいはいはい。なんかね、顔決まってるわ。嘘嘘やろ。もうこう見てたよいやちょっとそういうなんか話も聞きたいっすね。なんかまあそういう話するわ。じゃあジーマと、だからまた次回だね。だからまあ今回はちょっとこれを長くするのはもったいないからね、うん、そうっすね、はい、見てくれてる人は申し訳ないけど、うん、本当っすよ。だからまた楽しみはまた撮ってもらって、はい、そうだね。マチにはちょっとまたあんまほとんど聞いちゃって聞くことねえんだけどな。わかる。なんかいくらでも。いや、俺めっちゃあるんで、俺呼んでくださいよ、その時。俺マジで。その時、あの顔隠して出てくれる？あの、名前だけ、名前だけ。継ぐとし、名前だけ。あの。お願いします。中町さん、俺のこと忘れないでくださいね、本当に。うん、忘れないよ。行きましょう。こういう感じで出てくれる、こういう感じで。こういう感じで出てくれる。ぜひあの日本帰ってきたときご飯行きましょう、一緒に。今なんだけどね、それで言うな。今はまた戻るんだけどね。いや、いいや。でも、いずれ、うん、どっかの。はい、ぜひ、お願いします、うん、本当に。めちゃくちゃ聞きますよ、うん、いろいろ。それちょっと、まあ、早めの、最初の1時間ぐらいでもしかしたら切っちゃうかもしれないけどね。お願いします、本当に。ちょっとじゃあまた。ね、またいっぱいメモ用意しないとねって言われてるから。うん、次回めっちゃ楽しみにしてるって、あこちゃんが。うん。あこちゃんもそうだ。次回は俺が出んの、逆に。いや、次回は誰に言ってんの？ん？次回は誰に言ってんの？それ言ってないんだ、まだ。言ってる選手はいるけど。あ、言ってるっていうのは、こう誘ってる選手がいるってこと？うんうん。でもちょっとまだ分かんないかな。だから町の日程がベストだから、来週 OK なら町にして。出てほしいし、来週無理になったら再来週とか行けるときに行きたいな。ああ、そういうことね。うん。土曜か日曜かどっちか。俺は明日でもいいっすよ。あ、もうすぐはいいわ。ありがとう。逆にすぐあの、うん。はい。稲本選手とかつないで。ああ、稲さんはもうすぐ行きますよ、稲さん。絶対来ないでしょ。え、あの人めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きっすよ。多分。いや、ちょっと俺らがうまく対応できない。うん、そうそうそう。申し訳ないけど。重安さんもちょっとなんかうるさそう、そこらへん。いや、皆さんは全然来てくれても全然 OK っすよ、多分。呼んだら。ねえ。でも、いろいろ広がるね。ねえ、ザンビアの話聞きたいって。うん、めっちゃ聞きたいけど、ちょっとここではちょっとみんなに楽しみにしててほしいかなって思うな。我慢ですよ。私はお風呂タイミングを、何これ漢字読めねえ、勉託しました。託してない。託してない。向こうは何？ん？向こうは何？向こうは何？何向こう？あ、向こうはコロナ大丈夫なんですか？ああ。いや、漢字が読めねえ。どう？漢字ダメだ。マジやばい。ダメだ。まあ多分。うん。うんじゃです。生まれたところや皮膚や目の色でって入ってる。ああ、お風呂入ってたからアディショナルタイムやってるの気づかなかったですとか言って。あ、増えましたね。30人ぐらいになりましたよ。わかるというのだろう、ね、っていうかさ、アディショナルタイム今回やってさ、次回まあ誰かとやったらさ、アディショナルタイムあるんじゃないかって思わせちゃったら、ちょっとみんなに申し訳ないんだけど。あ、俺でもそういう、いやでもそれは期待でね。そういうイニシアチブ握ってんの超好きなんだけど。うん、だって僕やるかどうかはね、こっち次第。はい、そんなんも知ったこっちゃないですよね、だって。いや、知ったこっちゃないは言い過ぎだよ。
ノリ、ノリじゃあ10分前ぐらいに1回退出して延長戦要因で。え、漢字の後ろの、え、漢字の後ろにかな振った方がええですか。すいません、ちょっと俺マジで、あ、公害、公害、公害とか。え、違うでしょ、長字が読めなかったのは。私お風呂タイミングを、うん、託しました、託しました、託しましたね、別紙これ何、 いつしました何これ俺も読めない、読めないでしょ、むずいよね。とりあえずザンビアはコロナは大丈夫ですよ、ね、検査できないんですか、検査が PCR 検査できないですか。うん、できない、できないっていうか、まあ俺があのこっち帰ってくるときは4人ぐらいしかいなかったけど、だって日本でもできないって言ってるのにアフリカじゃできないし、やっぱりアフリカじゃって、うん、あんまりそんなに、あ、ちょっと体調悪いなでやっぱ行かないと思うね。ああ、やっぱそうなんですね。うん、だけどやっぱ気づくのは早いから、こうある程度そのザンビアの首相がこうこれって言ったら、例えばマスクしないで外出たら捕まっちゃうとからしいけど、今、おお、そ、今そう、そのぐらい、そのぐらい徹底されるアフリカはね、結構トップダウンだから、そこは。アフリカでなんか困ったことないんですか、生活面で。いや、もう聞きすぎ、聞きすぎ、ね、もうそれは、それ、ね、それでした、お楽しみに。マチさん、ちゃんとマリサポにも告知してください、聞き逃しちゃいました。あ、いや、だからマリサポ、あ、ほら、中地、一しましただって、やっぱ合ってたわ。一しました。タイミング逃しました、うん。めちゃくちゃ勉強になるわ。逆にマリノスサポーターの人たちはやっぱさ、来てくれると思うんだけど、俺が言ったらね。うんうんうん、いいの、そういう。もっとなんか緩い感じで30とか40とかでこうなんかやっていくチャンネルじゃないの。いや、なんか、その人数っていうのは関係なくて、そこまで別に気にしてなくて。うんまあ、今回ツグだったりノリだったり、先週はノリだったり出てもらってるけど、まあ、町だったら福岡にもサポーターいる、横浜にもサポーターいる、まあ、湘南にもいるっていう人たちがいるじゃん。で今回、アフリカ行ったりしてるじゃん。でその人たち、まあ、町がこの間インスタライブとかやったおかげで、その150人の人たちは触れ合えたわけじゃん。だからその一つのなんか、そういう人たちのは触れ合えるツールというか、そういう風になればいいかなとは思ってる。ジーマン、ん、顔かっこつけすぎ何今のまとめ、チータがマジで顔がっかりしたんだけど何かそのコメント、でもそれは本当だよ、なんかそう、なんか告知したことによって、うん、みんなと触れ合う場を作りたいと。そうそうそう、なんかそう、別にそれでなんか多くの人に見てほしいじゃなくて、告知しなかった、何でもいいんだよね、触れ合える場があれば。そう、告知しなかったことによって、うわ私触れ合いたかったって人がいないようにはしたい。はいはいはい、後悔しないようにというか、うん、だってマチとその今せっかくライブでやってるわけだから、その直接投げかけれるじゃん、うん、インスタライブもそうかもしれないけど、うん、だからその場を提供できればなっていう思いでやってる。まあ、それは確かにそうかもね、うん、うん、あとで動画見ても、出会いの場を提供してくれてんだよ、中地が。それは感じだね。じゃあ俺中地チャンネル見ないで、ちょっと LINE 電話しますわ、後で個人的にえ、それ俺に電話してもらっていいですか、個人的に電話するわ。そうね、はい、俺に電話してください、本当にお願いします。ここは話しましょう、本当に。マチさん、ちゃんとマリサポに告知してください。ああ、やっぱそうだよね、いやマリナスのサポーターやっぱ見たいっていうか、触れ合いたいと思うよ俺。あんまりなんていうのかな、まあ、インスタライブも一回したって言ったけど、うん、俺今回、まあ、コロナのあれもあったけど、多分話す機会一回も作ってない、うん、ほぼ、うん、話してない、うん、だからこのチャンネルなのね
やっててよかった。YouTube やっててよかった。ああ、マジで、マジで聞きたいこといっぱいあるわ。いや、ただ、ちょっと怖いのは、その、あの、質問攻めになっちゃって、なんか、できるだけ拾ってあげたいけど、拾えなくなっちゃったりとか。いるじゃん。確かに。いた。常にチャット見てるよ、俺。なんならもう、ノートにメモる。あ、すごそうな、バーって流れてっちゃいそうだから。言ってたもんね、そういう登録者数が多い人のライブは。多い人はすごいから。何万何十万っているから、そのチャットがもう分かんないんだって。うん、ああ。一個一個に答えられない。ただ、ほんとこう、パッて見て、あ、この質問っていう。今はね、こうやって30人、50人ぐらいで、うん、振り返れば見れるけど。うん、それがもう1万って、1万、1万超えとかなったら、それこそもうね。なんか、ユーゾーもやってたじゃん。ユーゾーなんとかの部屋みたいな。あれ、マリーノスのやつね。あ、マリーノスのやつなんだ。うん。そうそうそう。でも、あれでまたユーゾーと喋れる機会があるっていいよね。うん。いや、あれとかすごかったよ、マジで。あ、そう。うん。でもなんか、まあ、ユーゾー、まあ、横浜にいるから、なんかワンチャン会おうとも会えるかもしれないけど、街はアフリカとかさ、うん、まあ、行ってるわけだからさ、今日本にいるから、まあ、ワンチャン会える可能性はあるけど、そう考えたらやっぱ、街の、え、一人消えたぞ。中洲で会えたんだけど。福岡でね。うん。一人消えてんだ。なあ、マチやめなさいよ。でも、うん、それこそ NPO のあの新しいスポンサーにちょっとまだ出してないけど、福岡のスポンサーついてくれたから、うん、まあ、福岡とのつながりはできました、おかげさまで。いや、すごいよね。そういうのも次のあれで言ったら向こう側からしたら嬉しいことなんじゃない？うん、ね、ああ、そういうのだったら話したい、むしろね。うん、今はね、あえて言えないかもしれないけど、うん、まあここで言ってもいいけどね、問題はないと思うけど、そういうね。え、マジ2万人もいんの、フォロワー。何がフォロワー2万人のインスタ。うんうんだって。うるさ。すごいね。じゃあツグも消えたし、なんか一回とりあえず YouTube は。あ、ツグいなくなった。電池切れたか、あいつかもしんないね。ね、じゃあちょっとマチとの対談は楽しみにしてもらって。来週か再来週、来週か再来週。でも日曜日だったらちょっと遅くなれないから、土曜日の方がいいんじゃない？うん、土曜日でいいよ。うん。うん。交互期待で。土曜日か。ああ、でも平日でも早い時間からやってんのか。平日だと逆にさ、何が来れない？だなんていうの？別にいいよ。土曜日だったら、土曜日だったらさ、みんなさ、これっていうより他でこうなんかやることあるかもしれないじゃん。そうだね。あえて平日の、今ちょっと仕事とか終わって、うんうん、ちょっと話すんだ。うん。うん。木曜とかだったら大丈夫だよ。月曜仕事の人は土曜の夜のか。そっかそっか。なんか土曜の夜ってみんな飲みてそうじゃない？そうだね。うん、だから木曜日のこの時間とかね、8時とか。あ、木曜日。まあ、平日で行けるノリが。木曜日だったら大丈夫。マチ木曜日は？ちょっと待ってくださいね、今、スケジュール見る、うん、俺来週ちょっと日曜日が微妙だから、できれば土曜日に出したいと。木曜日夜だったら大丈夫。あ、ほんと夜だよね。うん、うん、今週11でしょ。11、うん、うん、いける。うん、じゃあそのもうテープとかもう剥がしてきてね。今は剥がせますよ、これ。いや、汚い汚い。やめてやめて。
それはあれなんで取っといて、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 あの来週まで。で、あと、あの次回はもう部屋でニットとかかぶないで、うん。ちゃんと髪の毛パリ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 にしてきて。いや、それしますよ。試合の時みたいに。うん。それはする、それはする。ちゃんと。それはします。ローラーもちゃんと塗ってきてよ。それもする。俺、ヘッドホン変えてくわ。ヘッドホン変えてく。あ、平日の夜もありです。あ、平日なら水曜とか木曜ありがたいです。じゃあ、だから今の感じで木曜じゃない？木曜良さそうだね、じゃあ。ちょっと待って、もう下の娘が裸できちゃってダメなんだよ、これ今もう。ノリ君。あ、独身の二人に言うことじゃなかった。いや、うちもそうなんだよな。モナ、もっとやめて。モナ、やめろとか言って。いいよ。じゃあとりあえずノリ、じゃあ木曜はいけんのね。そうだね。うん。じゃあマチ、今週の木曜日、8時？11日の8時。8時。なんか11日ってなんかあった気がするんだよな。まあまあ仮の予定で、じゃあ、うん、それ見てる人がいたらあれかもしれないけど、多分あっても多分昼とかだから大丈夫かな。うん、うん、楽しみが増えて嬉しいです。よかったです。いや、たくさんの人たちのおかげだよ。嬉しい、やってよかったと思える、本当に。グラッツェグラッツェ。11日楽しみです。まあ僕は告知します。とりあえず、町のことを告知するんで、まあ遅くても前日ですね、10日のとかには確定したら告知するんで、まあツイッターだったらなんかリツイートしてもらえれば多分いろんな人の目に触れてもらえるかなと思うんで、まあインスタとツイッターでやるんで、拡散してもらえたらありがたいです。なので、まあ僕も質問考えてますけど、多分見てる、見に来ていただける人たちの方が質問あるだろうからあ、リツイートしますね。ありがとうございます。何の辺？いや、ちょっと笑っちゃったコメントで。なので、はい、今週の木曜日11日8時でいい、うん、20時、とりあえず20時で、まあちょっと時間の変更あったら告知しますんで。ではでは、木曜日に皆さんに会えるのを楽しみにしています。そして中町選手に会えるのを楽しみにしてて、これで仕事頑張れますね、また木曜まで。俺もじゃあそれでは皆さん、ありがとうございました。じゃあ皆さん、お別れです。また木曜日会いましょう。さようなら。